レイリーアはポルトガル中部の都市である。レイリア県の県都であり、中心部には42,475人、自然域で約12万人の人々が住む。レイリーアはポルトガルの首都リスボンと第二の都市ポルトの中間に位置し、リスボンから約 146km、第三の都市コインブラから約 72km 離れている。 歴史的な建築物は、リス川沿いとレイリーア城のある丘陵地帯に多い。レイリーアは大西洋に近く、それゆえに春と夏の温度は高く稀に、8月には気温は摂氏40度に届くこともある。秋、冬は典型的な大西洋岸気候であり、雨が多く降り、風も強い。しかし、晴れる日も珍しくなく、気温も5度を下回ることは稀である。 他のポルトガルの都市同様、レイリーアを中心とする、レイリーア地方にはかなり昔から人々が居住していた。とはいえ、いつごろ人々が住み始めたのかという問いに対しては明確な、回答は出せない。ケルト人の一部族がレイリーア近郊に居住した遺構は残っている。その後、レイリーアは古代ローマの征服を受け、キャリポの名前で呼ばれるようになった。 西郷東国時代のレイリーアに関しては正確なことが分かっていないが711年のアラブ人のイベリア半島征服以降はレイリーアには集落が形成されていたことは分かっている。ムーア人はレイリーア城を建設し都市の防衛に当たっていた。レイリーア城レイリーア城がポルトガル王国に奪取されたのは1135年であり、 初代ポルトガル国王アフォンソ一世の時代である。いわゆるレコンキスタである。ムーア人の手により、レイリーアは1137年に再奪取されるが、再び1142年にはポルトガル領に組み込まれることとなった。アフォンソ一世とその後を継いだ三種一世は、城壁を修復し、レイリーアの人々の多くは、城壁の中に居住して、 ムーア人に備えていたようであるが、12世紀には、城壁の外側に、人々が住み始めたようである。レイリーアに残る最古の教会であるサンペドロ教会は、この時期に建設されたロマネスク建築の教会である。中世を通して、レイリーアは重要性を増していった。何度か国会がレイリーアで開催された。初めて、レイリーアに国会を開催したのは、1245年の、 ことであり、アフォンソ2世の主催であった。14世紀には、ディニス1世は、城壁やダンジョンの修復を実施した。また、現在では失われてしまったが、レイリーアの王宮を建設した。ディニス1世は、海岸線の近くに、松を植林した。ディニス1世が植林した松は、立派に成長し、15世紀のエンリケ公会を王子に、 始まるポルトガルの大航海時代を支える船の材料として用いられることとなった。15世紀の終わりにかけて、レイリーアは発展を続けた。レイリーア城が建つ、丘陵地帯からリス側にかけて、都市の建設が続いた。レイリーアでは、ポルトガルで初めて、紙に印刷された本が出版された。紙の材料は、リニス一世が植林した木々が使われた。 1550年にはマヌエル一世によってルネサンス建築とマヌエル建築が融合した建築物の代表であるレイリーア大聖堂が建設された。16世紀の画家マ・オン・ロドリゲスによって描かれた祭壇画がある。レイリーア大聖堂は18世紀に改築されている。20世紀になるとレイリーアは中世ほどの繁栄は見受けられないが、それでもなお、 レイリーア地方の商業の中心地、交通の要衝としての賑わいを見せている。UEFA ユーロ2004が2004年にポルトガルで開催され、レイリーアにあるエスタディオドクターマガランイースペッソアでも試合が行われた。UD レイリーアがレイリーアを本拠地としてポルトガルのサッカーリーグであるカンペオナートでポルトガルに参加している。レイリーアの産業は サービス産業が主である。また、プラスチック、鋳型といった製造業、ペットフード、製粉業、セメント、観光といった産業も盛んである。ありがとうございます。